はい、じゃあ小さな恋の歌、今日のワンポイントになります。基本的にはさっきもできてたんで大丈夫です。あとは、まあ、足のこの動きっていうかな、なんかこの2つ打ちにちょっと似てる感じ、うん、これはここに来ながらやりながら覚えていきましょう。で、まあポイントになるのが初見だったんでちょっと大変だったと思うんですけども、ハイハットハーフオープンが終わった後 B と新しく出てきた D ですね、もう共通してるんですけども、ちょうど最後クラッシュミートで終わりますという形です。なのでまず悪い例ですそう残っちゃってるんでねなので理想はそう一緒に止めてあげるとものすごくかっこよくなります。なんでいきなりっていうのはちょっと大変だと思うんで、落ち着いた時に見ればあ確かにみたいなそうそういうとこですね。であとは、先の話していきます。 2A とかはもうそんな難しくないですで、そうだね、あと出てくるとしたらもうスピードアップのみですあとまあリムショットなんかこうあるんですけど、これはそんなに難しくないと思うんでまあ起きた時に足を出た後のあとまあスピードですね。では早く動かす練習をしていくと、まあ、後々ですね、かなり役立つと思います。はい、なんでワンポイントは今日はここです。ここの時に一緒に閉じるっていうところです。以上となります。お楽しみに。